ホワイトサンズ国定記念物、ホワイトサンズ国定記念物、ホワイトサンズ国定記念物、A、ホワイトサンズナショナルモニュメントは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州、オテロ郡にあるアラモフォードの南西およそ2 5トル、標高約1 2 0 0ルに位置する白い大砂丘地帯。アメリカ合衆国国定記念物に指定されている。山に囲まれたトゥラロサ盆地にあり、 石膏の結晶でできた約7 1 0トルの広大な白い砂丘の南部からなる。1933年1月18日にハーバート・フーバー大統領が1906年の古物保存法の権限の下でホワイトサンズ国定記念物を設置した。アメリカ合衆国が1876年に独立100周年を迎えるのを前にして、 それを記念する遺産登録事業が考えられたが、アメリカはまだ若い国であったためヨーロッパのような伝統的な建築、芸術、文学のような文化遺産があまりにも少なかった。そこで当時の指導者たちは、特にアメリカ西部で見つかる壮大な景観を国の誇りとして登録してはどうかと考えた。アメリカにおける国立公園の起こりである。 様々な自然遺産を国立公園として登録することは、そこに訪れる観光客に対するサービスを提供する業者などを近隣へ誘致し、雇用を創出することになったため、地元に少なからぬ経済効果をもたらした。このため、各州の政治家たちは地元に国立公園を設立しようとする提案をこぞって提出するようになった。これは、ホワイトサンズ国定記念物がある。 ニューメキシコ州も例外ではなかった。1912年に AB ホール上院議員がサクラメント山無役一帯を含むメスカレロ国立公園を請求したが指定されると狩猟が制限されインディアンの生活が脅かされることになるためにほとんど指示得られることなくこの一帯はリンカーン国有林の一部に統合されることになった。ホール上院議員が 内務長官に就任した後の1921年に、同議員は再び、オールウェザー国立公園という野心的、国立公園案を考えたが、あまりにも広大で、趣旨に一貫性のない案であったため反感を買い、やはり早々に計画は消えていくことになる。しかし、この国立公園案の一部に含まれていた、ホワイトサンズが脚光を浴び、国立公園に推挙されることになる。 推進派のリーダーであったトム・チャールズは、ホワイト・サンズのこの石化石膏砂丘の美しさと壮麗さは他に類を見ないとして、ホワイト・サンズの国立公園指定に熱意を傾け、砂丘の価値についての彼の認識も正確であることも分かった。国立公園局による研究の結果、砂丘は国立公園の基準を満たさないかもしれないが、国定記念物として維持するのに、 理想的な場所だと断定された。ニューメキシコ議会代表派遣団の全面的な支援により、フーバー政権の終わり頃にホワイトサンズの国定記念物としての指定が成し遂げられた。石膏は水溶性であるため、滅多に砂の形で見つかることがない。通常、雨が石膏を溶かし、それを海へ運ぶが、トゥラロサ盆地には海に注ぐ川がないため周囲の サンアンドレス山脈と桜目と山脈から石膏を溶かした雨は盆地に止まり地面に染み込むか浅い池を作る。その後乾燥し地表に透明石膏と呼ばれる結晶様の石膏を残す。最後の氷河期の間にオテロ湖と呼ばれる1600ミにも及ぶ湖が盆地を広く覆っていたが、それが乾燥した後に現在アルカリ平地になっている。 透明石膏の結晶の大きな平地を残した。干上がったオテロこの固定の一部である、ルセロ湖は、およそ10ミの面積を持つプラヤである。ルセロ湖は、国定記念物の南西の角にある、トゥラロサボンで最も低い地点の一つで、時折水でいっぱいになる。入り口から南西15.5ミに位置するため徒歩で、近づくのが困難であるため、ホワイトサンズミサイル実験場側から、 レンジャーの案内によるツアーがある。アルカリ平地とルセロコ岩に沿った地面は、最高3フィートに達する透明石膏の結晶で覆われている。風化と浸食が結晶を砂状に砕き、それを南西からの強風が持ち去って白い砂丘を作る。石膏の砂は最初は透明だが、砂流同士が擦れ合って傷ができ、それによって光を通しにくくなるため白くなっていく。 砂丘は絶えず、形を変え、一年間に約三十フィートずつ風下に向かって南西から東へ、ゆっくり移動する。砂丘の行く手で砂が植物を覆ってしまうが、若干の種類の植物は、砂丘によって埋められることを避けるのに、十分な速さで成長することができる。石英を主成分とする砂状結晶でできている砂丘とは異なり、最も厚いにさえ、は、 太陽のエネルギーをすぐには熱に変えず、素足でも問題なく歩くことができる。自動車でアクセスできる地域では、子供たちは反り滑りのために砂丘をよく利用している。ホワイトサンズ国定記念物は完全にホワイトサンズミサイル実験場の中にあるので、ニューメキシコ州ラスクルーセス及びアラモゴード間の国道7 0号線と国定記念物はミサイル実験場で、 テストが行われる際に安全理由のために閉鎖される。この閉鎖は平均して1から2時間の間、大体週に2回ほど起こる。ホワイトサンズ国定記念物では、蝶類210種、哺乳類44種、爬虫類26種、両生類6種、昆虫ほぼ100種、植物60種が報告されている。ここに生息する植物の大多数は、乾燥に強いことに加え、 石膏岩有量が高く、アルカリ性で養分の少ない土壌に適していなければ、ならない。さらに、夏季にはしばしば100を超え、冬季には氷点下にもなる気温の極端な変動のみならず、砂丘の移動によって、砂の中に埋められることにも耐えなければならない。北アフリカ、地中海及び、中東原産の魚流または、ソルトシダーと呼ばれる、外来植物が、干渉植物または、 侵食対策のために1950年代に輸入されたが、この植物が野生植物の住処を奪おうとしている。魚流は乾燥した気候に非常に適しており、非常に塩分が高く養分の少ない土壌でも育つ、生命力の高い植物である。結果として歯などに塩分が蓄積することになり、これが地面に落ちると土壌の塩分をさらに高める結果になる。また、 途中の水分を強力に吸い上げるため、他の植物の水分のみならず、トゥラロサボンチコ有種である、ホワイトサンズパプフィッシュスミカオも奪ってしまう恐れもある。魚流には、栄養があまりなく、食べる動物も、ほとんどいないことなどから液する部分も少なく、生態系への影響を食い止めるために数を減らそうと、する務が続けられている。他の砂漠と同様に、 ここで生きる動物の大部分は夜行性である。水分を節約し、熱を最大限避けるために、多くの動物は日中は地中にいる。食物を探すために日暮れ後、巣穴から出てくる。彼らの生命活動の証拠は、翌朝、砂の上で見つけることができる。ハイキングコースの砂丘生物自然コースは、動物の足跡と兆候を探すのに適した場所である。 砂丘が白いため、夜であっても少しでも色の濃い生物は、簡単に見つけられて捕食されてしまうため、いくつかの種は、自らの表皮を白く変えた。トゥラロサボンチの珍しい固有種も生息し、ホワイトサンズ、パプフィッシュが、その代表例である。しかしながら、本来アフリカに生息する、外来種であるオリックスが1969年から1977年の、放牧のケツ、 この地方に野生化して生息している。原産地のアフリカではライオンなどの肉食獣がオリックスの天敵となって個体数を自然にコントロールしていたが、この地方にいるコ雇クで役側のような捕食者では個体数を減らす効果は低く、オリックスの個体数は増える一方であり、地元の生態系への影響が懸念されている。ホワイトサンズ国定記念物の開園時間は、 ビジターセンターが8時18時、デューンズドライブへの立ち入りは7時21時、登期は7時日没となっており、それから1時間後には、すべての自動車は、園外に出なければならない。入場料は、一般料金が5ドル US ドルで、15歳未満は無料である。30ドルの年間パスポートもある。また、特別ツアーは別料金で、ルセロコツアーが3ドル。 15歳未満は1.50ドル。春と秋に催されるムーンライト自転車ツアーが5ドル。15歳未満は2.50ドルとなっている。デューンズドライブはホワイトサンズ国定記念物の入り口にあるビジターセンターから先湯に向かって12キロメートルを渡って引かれている道路である。自転車の通行も許可されている。ただし、デューンズドライブを外れて自転車や 自動車で砂丘に入ることは禁じられている。デューンズドライブの途中にある次の4つのコースで、徒歩によって砂丘を探検できる位置は地図3章。4つのコースの合計総延長は6.2ミある。下記には、レンジャーの案内によるオリエンテーションと自然散策もある。様々な年齢層に特有の活動として、国定記念物は、 ジュニアレンジャープログラムに参加していい。入場者はこれら4つのコースに限らず、ホワイトサンズ国定記念物のどこでも歩くことができる。しかし、砂漠という厳しい環境と、気象条件下でのハイキングには相応の危険も伴う。このため、砂丘に入る前に食事をとること、一人当たり1日、最低1ガロン、3.8リットルの十分な水と、軽食の傾向。 歩きやすい靴の着用が強く勧められている。また、白い砂は日光を反射するため日焼け止めとサングラスの使用も勧められている。入り口のビジターセンターを過ぎてしまうと園内で水を得られる場所はなく、砂丘に入ってから乾きを感じた時にはすでに脱水症状を起こしているため常に水分を補給している必要があり、特に水の用意は必須である。 砂丘では似たような景色が続くため、あらかじめ定められたコースを含めて砂丘に立ち入る場合には、背の高いもの、例えば入り口にある給水塔や山脈の景色で方角と自分の位置を確認してから立ち入りよう、進められており、コースを外れる場合には、コンパスも必定である。また、春には強風が吹くため、砂塵で視界が2から3フィート、 60から90センチメートルに遮られてしまうこともあり、足跡もすぐに消えてしまうため簡単に自分の位置を見失ってしまう。このため、目印に立てられているポールが見えなくなった時はすぐに引き返すように指導されている。園内の砂を持ち帰る行為、植物を摘み取ったり踏み荒らしたりする行為、動物に危害を加えたり捕獲したりする行為はすべて禁止されている。 これらはすべてアメリカ合衆国の法律により保護されている。ペットの放し飼いもペット自身の安全と他の利用者への配慮のために禁じられている。また、公園上空はミサイルの試験のために定期的に軍用機が使用する。これらの試験で使用したミサイルや目標の破片が園内に時折落ちていることがある。金属片が小さなものであっても危険を伴う。 可能性があるため触れないよう指導されている。もし破片を見つけた場合は、公園管理官に報告しなければならない。ホワイトサンズ国定記念物の入り口は日1標高1218メートルにある。公園全体では、海抜3890フィートから4116フィートの標高にあり、南西に向かって低くなっている。 白い砂丘の総面積は 710km あり、そのうち約4 0に当たる km がホワイトサンズ国定記念物に含まれている。国道70号線と国道82号線に面しており、東のアラモゴードまたは西のラスクルーセスのどちらからでもアクセスできる。高知砂漠地帯であるトゥラロサ盆地は平均 1200m の標高にあるため、 時折急激な変化を伴う厳しい気象条件になりやすい。春は強風の季節であり、夏は平均気温95で時折100を超すなど非常に暑くなる。冬は比較的穏やかであるが、夜間はしばしば気温が32を下回ることもある。降雪は稀であるが、これまでに大雪が降ったことがある。しばしば落雷と氷を伴う夏の雷雨で最も雨が多く降り、 年間降水量は平均およそ 250mm になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。